ジェイさん、はい、去年出産をされたばかりということで、はい、もうかなりのスピード復帰だと思うんですけれども今大変なこととか何か出産後に役に対して変わった思いなどありましたら教えてください。はい、そうですね、このお仕事で、本格的に復帰ということになるんですけれども、もちろんまだ生まれたばかりなので、育児大変なことたくさんありますけれども、でも今しかないすごく大切な時間だなと思って、楽しく育児を、はい、しています。でやっぱり前回この役を演じさせていただいた時はまだ子供がいなかったので、まあ今まだ幼いですけれども育児でこう感じることを、まあ、自然に自分の役柄にもこう、まあ、雰囲気が、ね、伝わってくれたらいいなっていう、そんな思いでいますね。はい、先輩ママからは何かアドバイスなどありましたか？めちゃくちゃいただいてます。産むってなった時からもう本当に無理しちゃダメだよって言って、私も過去にまだ幼いうちにボディーガードやってるので、もう困ったことがあったら何でも みんなで助けるから無理だけはしないでねって、絶対大変だと思うんで、みんなで見守っていきます。みんなで育てます。ありがとうございます。心強いです。心強いですね。はい、嬉しいです。そして大谷さん、役柄では語らない男ということですが、いっぱい語っていただきたいと思うんですけれども、命をかけて守るということで今回見てほしいところとか何かありましたら。見てほしいところ、まあレイチェルを守るだったり、まあ、そういう決めのポイントがいくつかあるんですよ。あんまねこの今の段階でそれをピックアップするとなんかダサいんであれですけど、そうだな、まあいろいろ動画とかまだ残ってるんで見返すと、ここでもうちょっと、まあ、その時はね全力尽くしたんですけど、まあいろいろ思うこともあるんで、今回はちょっとマイナーチェンジを加えてより良いものを作っていきたいなと思ってます。何か具体的に教えてくれることは何かありますか？それを言うとっていう話ですけど、なんだろうな、なんだろう、まあ、見え方はね、立ち姿だったり、まあ、手の仕草とかそういうのも一つ一つなんかこう今見返すと見えてくるんですよ。これ必要だったのかなとか、結構気持ち優先で前回やったんですけど、やっぱね気持ちだけじゃこうカバーできない部分っていうのは見えてきたんで、まあ見ててください。じゃあお姫様抱っこもよりかっこよく。そうですね。あれはもう僕一人のあれじゃないで、結構呼吸が必要だったり、スタッフさんとのね動きの呼吸も必要なんで、前回以上のものを作りたいと思います。お二人にちょっとお聞きしたいんですが、これまでの中で大谷さんに守られたなって思える経験って何かありますか？さあちょっとここはフランクじゃなくて大谷さんにですか？大谷さんにはあるじゃん、いくつか。ありますか？ありますか？あります。あ、ちょっと待って、大谷さんに守られた、まあ、そうだ、前回コロナのあれでね、はい、あんまり守る機会もなく、あんま近寄れなかったっていう。そうですね、顔も見れないような。そうですね、切れなかったので。でもなんか大谷さんに負担をかけないように絶対に太っちゃいけないなと思って、ちょっと体重変動も敏感に察知なさるので、はい、気を引き締めてね。まあ、エイちゃんは大丈夫よ。いや私エイちゃんは大丈夫。はい、あ、守られた話だった。守られた、なんかあるでしょ。なんですかね。いや本当にこの通り寡黙な方なんです。フランクにぴったりな、多くは語らないけれども優しさがダダ漏れな方なんですね。例を言うと、子役のフレッチャー役っていう子供がいるんですけれども、一番大谷さんに懐いてるんですよ、母飛び越えて。だから本当に優しい方なんですけど、多くは語らないので、あんまり情報が降りてこない。この現場で僕一番話してますよ多分。他の現場でもっと喋らないんですか？他の現場だから、あんまり喋んないねって言われるのが不思議なぐらい、ですよね。はい、西山さん結構いないです。以前取材させていただいて、すごく語っていただいたことがありまして、はい、なんかこの優しさっていうのすごい今うなずきながらうんうんって思っております。はい、